皆さんこんにちは、プラザ投資の伊藤です。今日は6月の25日、金曜日の引け跡にこの放送を入れさせていただいております。まず日経平均ですけども、今週は大幅安で始まったんですけど、結局週刊足も日足も全て窓を埋めてしまう結果となりました。私は、今週の20日ですか、日曜日に緊急放送を入れまして、月曜日は週足日足ともに下に大きく窓は開くけれども、 29,000 飛び台に収束点が4つできる形になりますので、一気の下落にはならないということを申し上げました。実際その通りになってしまいました。まずはじゃあ今日はまず日経平均の日足から見ていただきましょう。日足を見ていただくと分かるんですけども、今週、29,480円から27,795円まで1,685円幅下げました。本来ならばこのまま27,385割って、私の指摘した64週から69週の日柄に向かっての暴落波動入りと期待してたとこですけど、それを言った本人が戻すと言ってんですから、皮肉なもんでございます。そして、まあ、日柄を見ますと、この29,480から27,795まで5日下げに対して今日は5日戻しとなりました。29,174円をつけまして、上に残っておりました収束点73,44,17、飛び3すべて取ってしまいましたので、これで目ぼしい収束点はもうありません。あとは先物で唯一ちょっと気になっているポイントがありまして、それは29,140円のところにあります。これを取ってくれればほぼ完璧で、あとは下げるのを待つだけっていう足になったのではないかと思っております。細かいことを言いますと、この最終波に入ったのは 28,550円からなんですけど、ザラバの足で見て現在4波動目になっておりますので、もう一回今日の高値29,174を抜く5波動目波が重なりのある形で抜いて完璧に終わるのではないかと想定しております。次は週足見ていただきましょう。週足の方は結局今週は本来ならばこの陰線のところからだいぶ下で寄ってるわけですから、そのままあの世に行ってくれるかと思いきや、やはり陽線で引けてしまいました。この3週間連続で小さく上がってたところよりも上で引けております。ただその前の29,149円の高値は抜けておりませんので、来週上値をトライするとしても週前半ではないかっていう読みが週足からは取ることができます。次は月足を見ていただきましょう。月足陰線が3つ続きました。3,4,5と陰線です。細かく言いますと、5月は4月の引け値よりも上で引けたんですけども、綺麗な2段下げになるためには本当はここは陽線であってほしかったと私は思っておりました。そして今月は28,998円で寄っておりますので、あと3日間の立ち合いありますけども、できればちょっとだけ、この陽線で終わってほしいなと思っております。暴落間に合わないんじゃないかという人もいますけれども、必ず6月7月の9日の週に向かってその戻しがあっても暴落すると考えております。それではまた次の機会にご説明したいと思います。ありがとうございました。